Okay. これらはね、私のアメリカでのなんかイベントとかパーティーとかのコスチュームなのね。で、友達が日本に帰ったからそれでもらったわけ。で、それを整理しようと思ってて、いやー、で、ちょっと動画撮ってみようと思ったのね。いや、これはクリスマスパーティーの時でしょ。これ帽子。なんかね、クリスマスはユニオンスクエアっていうなんか広いみたいなところがあってね。で、ニューヨークのユニオンスクエアとは全然違うんだけど。で、そこでなんかね、サンタコンっていうのがあるの。サンタのコスチューム着てみんな集まるのね。で、その時とかにこれ。で、みんなでなんかただ歩き回るっていうやつ。これはね、1ドルだったから高かったんだけど、これね、ペンキ会社の帽子なのね。けどこれ超、本当に業務用とかじゃなくて、多分コスチューム用とかなの、受けを狙って。そう。だから、例えばハロウィンで、日本だったら、松木用の格好をするみたいな感じなのかな。そういうなんか、ちょっと、ボケ狙いで買った。これは、ラストハロウィンの時に使ったコルセットだね。ラストハロウィンはね、私に何やったかって言ったらね、あそこにいるストームトレーパーやったの。Yes。で、白と黒のなんか自分で考えた DIY の衣装をした。超人気者だったよ。いろんな人に写真撮ってって言われた。で、これはあれだ。髪の毛だ。髪の毛っていうとこはね、これね。This one。カツラ。でもこの中にはカツラ入ってるはずなんだけど。Yes。That one。しかもね、私カツラが似合っちゃうのよ。なんかこっちのウィッグってなんかこっちだと頭ちっちゃいじゃん。だから結構ね、なんか子供用なのかなとか思う人いるけど。これはね、ちょっとパープルみたいな色のロング。これは同性愛者のゲイのなんかゲイのパレードとかあるのね、でっかいイベントが。その時に。これはチュチュ。チュチュ多いね。なぜかこんなのもある。チュチュ。これもチュチュ。全部チュチュ。なんかみんなの分を一気に買ったりとかしたから、超チュチュ多いね。Yes。で、これ日本の友達が来たくれたの。ギーク。ギークっていうのはオタクってことね。なんかパソコンばっかやってるみたいなのをギークっていうの。ハッピービアー。How sweet でしょ。Yes。こんだけか。私が持ってんの。Okay。で、友達から譲り受けたのはピンクのチュチュでしょ。and white, not チュチュでしょ。チュチュ多いよね。こっちってね、結構ね、イベントとかコスチューム着るとき、チュチュ結構定番かも。Yes。あとは、what is that? ね、これ。ウェイトレスかな。やっ、いつ着ればいいんでしょうか。Purple and Grey のウィッグね。Yes。あ、あとほら。ペン。アメリカ西海岸の、うん、今西海岸なんだけど。読まないけどさ、読む機会ないから見たいよね。Yes。そんな感じ。6月にはそのゲイのパレードがあるから、その時にどういう格好しようかなとか思ってる。やーっ。こんな感じじゃあねー。